あちゃんです。イエイ。はい、皆さんこんにちは。今日はこの大量のレコードを売ってみたいと思います。全部で234枚あります。ジャズの帝王マイルス・デイビス、ギターの神様ジミ・ヘンドリックス、ジャズの巨人ソニー・ロリンズ、ビル・エヴァンズなど名盤が揃っています。一体いくらで売れるんでしょうか？レコード買取店をリサーチした結果、宅配買取件数全国ナンバーワンのエコストアレコードで査定を頼むことにしました。エコストアレコードの買取方法は3つあります。そのまま店舗へ持っていく持ち込み査定、家からレコードを郵送する宅配買取査定、出張の場所とレコードの枚数によりますが家まで来てくれる出張査定です。その中で家からレコードを送る宅配買取査定を選びました。荷物の送料ですが一定の基準を満たすと無料になります。 LP レコードが10枚以上か他の音楽メディアが50点以上ある場合です。査定金額に納得できなかった場合はキャンセルもできます。商品を1枚でも売っていれば返送料も無料となります。それでは買取の流れです。エコストアレコードのホームページからネットで依頼をするか、フリーダイヤルに電話をして宅配買取を申し込みます。すると家に梱包キットが届きます。私は梱包キットは使わずレコードを入れていた段ボールを使用したので書類だけを送ってもらいました。書類に銀行口座などを書いて荷物もできたらエコストアレコードに連絡をして運送便に取りに来てもらいます。査定には1ヶ月ほどかかると言われましたが10日ほどで査定完了の連絡がありました。レコードの保存状態は全ていいでした。その中でも高値のものは森山武雄のイーストプランツが1万円、市場相場は2万2000円です。その他はウェイン・ショーターナイトドリーマーが1500円、相場は8100円です。パンフレットがほんの数枚だけあったのですがどれも希少なものでした。レッド・ツェッペリン来日ツアーパンフレットが1500円、これがなんと市場相場3万円で売っていました。ディープパープルの初来日公演パンフレットも1500円、これも2万円で売っていました。やはりまめにオークションで売るのがいいですね。売るのを急いでいたり私みたいにめんどくさいなという方には宅配買取はおすすめです。全部で合計 25,288 円になりました。金額に納得すれば契約完了です。3日以内に入金があります。レコードは人に聞かれることによって手入れがされ良い保存状態が保たれます。また誰かの癒しになってほしいです。